江戸川区役所は特別地方公共団体である江戸川区の役所及びその組織が入る施設である。現在の江戸川区役所庁舎は1962年11月に落成したものである。当時の住居表示は江戸川区東小松川4丁目1421であったが1965年9月1日施行の住居表示実施によって 現在の中央一丁目4の一となっている新庁舎建設予定地タワーホール船堀の影が落ちている2019年1月30日江戸川区は現庁舎の老朽化に伴う建て替え構想を発表した建て替え理由として区は老朽化の他に現庁舎は最寄り駅の新小岩駅から離れた場所に位置し庁舎機能の分散や 利便性を欠くといった課題を抱えることを挙げている。新庁舎の予定地は、都営新宿線船堀駅前のタワーホール、船堀北側の都営住宅跡地で、区は都から土地を取得した上で、現庁舎の跡地利用などを含めた基本構想案をまとめ、2019年度予算案に基本構想策定費2665万円を盛り込む。2020年度末に基本構想、 計画を策定し、21年度から設計に入り、23年度の着工、25年度の完成を想定している。新庁舎には、都営新宿線船堀駅、タワーホール船堀、隣接する民間建物などを接続するデッキを整備して、歩行者動線を確保。駐車場は、水害時の浸水対策として、地上の立体駐車場とする方針。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR、総武線各駅停車、または総武快速線の新小岩駅であるが、新小岩駅から江戸川区役所までは 1.6km ほど離れているため、徒歩20分以上を要する。そのため、後述するバス路線を利用するのが便利である。最寄りのバス停は江戸川区役所前であり、以下のバス路線が発着する。ただし、京成、A、バス、 京成タウンバスは前を省略して江戸川区役所と案内している。市の0一を除く全系統が平和橋通りにあるバス停から発着する。市の0一は区役所裏手からの発着となる。ありがとうございます。